どうも、ネネです。モンスターハンターライズサンブレイクやっていきます。原初のメルゼラ行ってみようかなと思ってやっていきます。なんかすごい強いらしいんだよね。帰るべき地へ舞い降りた主は、裏切りの救治こそ闇の化身であったと知る。薙ぎ払いことごとくを打ち果たし、今ここに奪還の狼煙をあげる。参ります。騎士の誇りにかけて。貴殿とならば成し遂げられる。共に王国を守り抜こう。どうかな、結構強いらしいし、一筋縄じゃいかない気がするけど。順調だな。頂戴します。よし、背筋が凍るような威圧感。しかし恐れず前へ進むのみだ。依頼完了だな。王国に最悪をもたらした憎き古竜、必ずここで打ち果たす。以前に討伐したメルゼナとは違う神々しさすら感じるな。なんでこれ。諦めません。完璧な褒め技じゃないか。行くぞ。よし、攻撃の威力が半端ないな。王国にあだなす者は全てこの剣で退けてみせる。いや、体調が。早めに治した方がいいぞ。されているぞ。ありがたい。
なんだよそれ。早く戻らないと。まあ残り1回だし、お願いします。ファイヤー頂戴します。対策というか、していかないとダメだな。なんか考えましょう。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルはゲームの動画や実況を毎日投稿中。毎日何時頃投稿しているの？毎日18時に1本、時々0時に投稿してます。上にある最新とおすすめもぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。